はい、こんにちは、平井です。今日はですね、リューター、新しいリューターの説明を、案内をしたいと思います。はい、よろしく。120番の砥石やね。砥石ポイントで、まず一番最初はもう面がブレブレなんで、なんだっけこれ、そうこれこれこれ、そう、ダイヤブリックで面がこうガラガラってのがなくなるまでちょっと滑らかにしてから。こういう平面は、軸付け砥石なんかは特に綺麗になりますね。基本リューターはもうこう流れにこう持ってかれる方に逆らいながらかけるっていう、こうほっといたらブインと向こう持ってかれるのに逆らうようにかけてあげる。切り込むの。これも同じく使い始めはもうダイヤブリックで面を整えてから使いましょう。まあこれちょっと元々結構綺麗な面が出てたんで、このままでも一発で綺麗な面出ますけど。研磨剤はあまり大量にはつけないで、これも同じように研磨剤をすくい取るような動きで、あとこの辺りの番手になってくるとずっと同じ方向でやってるから、意外と縦線の傷がね、見落としがちになってくるから、ちょっと角度変えてみてもいいかも。当てる角度を、変えてみてしてやると、なんか重い、まあ、深い傷とかが意外とひょこっと現れてきたりするから。カラーポイント、羽でシリンジのこの面じゃなくて脇とかその辺を磨いてやると、そのシリンジ線の脇なんかはもうこの羽じゃないと入り込まないですから、しかもポイントはあんまり早く動かすと、せっかく羽なので、羽の一本一本がこう行き渡るようにしたいので、あんま早く動かさない方がいいですね。スローで。ゆっくりでしっかり磨いてあげる。で、カラーポイントの場合はあんまりスピードを上げすぎない方がいいと思います。上げるとこう、せっかく羽やのに上げると、こうなんていうかな、上げるスピード上げすぎるとただの面になってしまうから、せっかく羽なんでゆっくり落としつつ、こんな感じで
でもこれってパワーがないとこの速度で回ってくれないんですよ。パワーがあるからこの速度でギュッと当てても回ってくれる。シリンジの作品とかもカラーリューターが一番ベストやと思いますが、うん、やってないとことやったとこと照りが全然違うので、これがちょっと切り替えて出してほんまちょびっとだけ嘘みたいにちょっとだけ塗って、あ、それでも多いぐらいな。研磨剤がなこの表に残らんぐらいの方がいいと思う。しっかりいった。これもまあさっきと同様、結構あんまりスピード上げすぎずちょっと遅めの方がいいかな。どうでしょうか。使ってますか。うん、まあこんな感じでシリンジのところもほらこれがピカ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 、はい、こんにちは、平井です。元気ですか。今日はあの新製品のリューターを紹介してくれと、うん、指令を受けたんで、そう、今回